こんにちは、エイケンです。いつもエイケン TV をご覧いただきありがとうございます。動画お待たせしました。いえ、お待たせしすぎたのかもしれません。今回の動画はいつもとは違う雰囲気でお届けしたいと思います。さて、ここはおなじみ福島市。愛車のスーパーカブを点検に出したら思いのほか時間がかかるとのことで、こりゃあいた、時間はギオキャッシングやるっちゃね、つうことで、頑張ってキャッシュ探しに行きましょう。で、実はもうすでに、一箇所探しに行ってました。場所は潮上橋っつう橋で、以前に動画で紹介したところですが、キャッシュを発見できず、DNS で終わらせていたところでした。別に動画にしなくていいかなって思って探したら、見つけちゃった。なんでこう、カメラを回してない時に発見できちゃうのかね。悲しい。でもリベンジできてよかった。キャッシュの設置、ありがとうございました。ああ、なんかすっきり。ちょっと楽しくなってきちゃったので、どんどん探しに行きましょう。福島市内のキャッシュは結構探し尽くしてきたから、この調子で DNS だったところのリベンジに行ってみましょうかね。なんか今年の4月からシェアサイクルサービスが福島通信市街地で始まったみたいなので、自転車を借りて移動してみましょう。はい、やってきました。ここは福島駅西口。この先に貸し出しステーションがあるみたいですよ。案内板が見えてきました。間違いないようです。なんだかとっても趣のあるレンガ造りの建物がありますね。ここっぽいです。ありました、自転車が置いてあります。30分で50円とのこと。なかなか良心的で気軽に利用できる価格設定ですね。それでは端末をいじくってみましょう。うまくできるかな。ええ、アプリをダウンロードしてアカウント登録が必要なんですね。めんどくさ、頑張ってアカウント登録してみました。あれやこれやとやってみてます。なんかよくわかんないところもあるけれど、まあ大丈夫でしょう。クレジットカード登録はちょっと嫌なので、スイカでの支払いの方を選択しました。アップルウォッチでピッとやってみます。うん、いけたっぽい。そしたらスマホで自転車についてある QR コード読んでみましょう。お、鍵が開きました。なんかすげーや。おりま、これで自転車に乗れます。うまくこけるかな。ちょっと緊張する。レンガ車のはずなのにペダル重いなと思ったら、スイッチ入れてませんでした。さて、向かう先は駅からちょっと離れたところ。おそらくキャッシュがロストしてしまい、その後オーナーさんがメンテナンスしてくれていたようなので、もう一度探しに行ってみましょう。カメラ回数、なんかよく見たら猫じゃらしがくっついていました。仲良く一緒に旅をしましょう。この道路を渡った先が画像の示すところです。交通量が多いです。交通事故には気をつけましょう。到着しました。早速探し始めましょう。アプリを起動してみましょう。もうすぐ近くですね。多分、このベンチにマグネットとかでくっついていると思うんだけどな。土下座して探しますよ。見つからないなぁ。
やばい、蚊がいる、大量に、増員退避。ちょっと落ち着いて探せる状況ではありません。ここは涙の DNS です。ここから離れましょう。悔しい。今日はサクサクといけるかなと思っていたんですが、いきなりこれです。でもまだまだめげないぞ。どんどん行きましょう。次に向かうのはまだ未探索のタッスです。ここを探せば、市街地のキャッスはすべて探索したことになります。この踏切は赤字の踏切。基本、避けて通りたいところです。うて、軽い。やっと開きました。そうそう、ここにもキャッスありますよ。電足自転車って楽しいね。これからいろんな街に行くときはこういうサービスをどんどん使っていきたいと思います。早く気兼ねなくいろんなところに行きたいね。行き間違えた。多分あっちだ。うん、多分この先に目的地があるはず。間違いないここにキャッスがあるはずです。まずはお参りしていきましょう。お邪魔します。さあアプリを起動して探索開始です。あと15メートルほどのところにあるようです。ハトポッポ、どこにある感じでしょう。ちょっと見当がつかないですね。ヒントを見てみます。カモスラージュって書いてあります。うまく偽装されているのか。過去ログを見てみるとほとんどの方が発見できているようです。こいつは探し出さないと。写真がアップされているようです。見てみます。なんこれ、なんだかこの塀の質感と似ている感じですね。この辺をしっかり探しましょう。あったっぽいです。指を突っ込んで取り出してみましょう。あ、ダメっぽい。指が入らず逆に押し込んでしまいます。塀のあっち側に行ってみましょう。ああ、うまく取れない。どうしよう。もう一回境内に入ります。あ、取れる感じ。やったね。ちゃんとジオキャッシングのロゴマークがついていました。さあサインしましょう。サインバッチリです。キャッシュの設置ありがとうございます。元に戻しましょう。いやしかしこのカモスラージュ完璧ですね。ちょっとボロボロ取れるけど。ああ、調子出てきましたね。スーパーカブの作業完了の連絡はまだ来ないのでまだまだ探しに行きましょう。アイスー、今、まだまだ探すとか言いながらこの辺で一旦動画終わります。次回に続きます。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。ここだけの話、この編集方法なかなか大変。